深川西本線料金所は、北海道深川市にある深川るもい自動車道の本線料金所。深川西インターチェンジまでは、東日本高速道路の管轄区間となり、深川西インターチェンジ以西は、国土交通省北海道開発局の管轄区間になる。札幌、旭川方面から走行してきた場合、深川西本線料金所で、 深川西インターチェンジまでの通行料もまとめて支払う。ルモイ方面から走行してきた場合は、深川西本線料金所で通行券授受,受、または ETC 従入情報を入力を行い、出口 IC でまとめて通行料を支払う。共用開始時は、同王道と深川ルモイ道の通行料金を別々に収受していたため、深川西インターチェンジから札幌、 朝日川方面へ走行する場合には、本線料金所で、深川ルモ意味の料金を生産してから、同王道の通行券を発券する方式をとっていた。この収受方法を簡素化するため、2008年に自動発券機を設置して、同王道の最終出口でまとめて通行料を生産する方式に変更された。ブース数、4、本線料金所を設置している箇所、ドラプラ、 東日本高速道路、2014年10月18日閲覧。AB、深川るもい自動車道深川西本線料金所、入口自動化について、東日本高速道路北海道支社、http コロンスラッシュスラッシュ www.e-nexco.co.jp スラッシュ p r e s s r o m スラッシュプレスリリース。北海道 H20 ヘリ 917B 2014年2月7日閲覧。日高自動車道深川るもい自動車道の一部が共用開始。北の交差点 v o l ーム4オータムウィンター1998北海道道路管理技術センター2014年10月18日閲覧。ありがとうございます。